はようございます。釣り子 TV です。いよいよね、春のシーズンインっていうことで、何やらね、ルアーが送られてきましたよ。早速ね、何が入っているか開けていきたいと思います。こう段ボールにカッターで封だけ開けたんですけども、初めて開封。お、なんか、お手紙が入っていて、で、これとか、これとか、これとか、なんかね、ワームかな？はい、こっちを見るとね、名前が書いてあるんですけども、これはあれですね、たまにちょいちょいね、ルアー送ってくれる、サニーブロスですね。サニーブロスさんから何やらね、ワームがいろいろ届きましたよっていうことで、ドラッグスティックはね、普段使ったりしてますが、ドラッグウィップ、これが新しいやつかな。あと、ドラッグスティックの 2.8、 全部サイズが違ったり新しかったりっていうことなのかな。はい、じゃあね、気になるね、これね、ドラッグウィップ、これね、新しいワームじゃないかなと思ってね、早速開けていきたいと思います。どんな感じかな。いっぱい入ってる、山盛り入ってますね。ドラッグウィップ 3.8 インチってことで、こう後ろが二股に分かれているドラッグスティックってことですかね。ドラッグウィップって名前みたいですけども、ジーザスってカラー、ナチュラルシャッドってカラー、沼エビといったカラー、グリパンチャー、この色好きだな、エビ味噌ね、そしてミミズ、こんな感じでね、結構これフルカラーになるのかな。わー、いっぱいね送られてきましたよ。こんな感じでドラッグウィップ、ドラッグウィップ、ドラッグウィップ、ドラッグウィップっていう感じでね。じゃあね、使いそうなミミズ、これミミズプラスなのかな、ちょっとね、開けていきたいと思います。どんな感じかなと。いい色味ですね、これ。綺麗だな、一本。うわ、臭っ。これ結構匂い強烈ですよね。こんな感じ。ちょっとね、これ後ろ段ボールとかして、はい、こんな感じのルアー、ドラッグウィップってことですけども、腹側とね、背中側でこうツートンカラーみたいになっていて、それでもってこのテール部分がね、後ろの方がこう膨らんでるんですね。これによってなんか面白い動きをしてくれそうだな。どうやって使うんだろう。この手の形だとね、チャッターのトレーラーとかに使うのが自分は好きですけども、ただこの触手のような感じの腕が、猫リグなんかも良さそうですね。猫リグとか、ちょっとね、出しどころをいろいろ探りながら使う感じにはなりそうですけども、ちょっとね、ボディの方がね、結構これ張りがあって、で、このね、ドラッグってつくシリーズね、このリブの部分にすごい泡をね、含んでくれるんですよね。で、この泡が着水と同時にボワボワボワってね、こうパパパパパってバブルでね、出てくるっていうね、そういったところが、水中映像なんかで見てると非常に魅力的だなってシリーズなんですけども、それのこう、スプリットテールというかね、二つこう触手がついた、
こんな感じのワームなんですね。これがね、いっぱい送られてきたんで、ちょっと春先とか使ってみようかなって感じですね。中でも自分はこのミミズプラスってかな気に入ったんで、ちょっとね、これね、開けてるとね、部屋中になんとも言えない香りが充満してくるんで、一回しまっちゃおうかな。臭いんですよ、これすごい匂いね、効きそう。はい、ドラッグウィップが、ありまして、まあね、改めて、ミミズプラス、エビ味噌プラスね、ジーザースすごい名前ですね。ナチュラルシャッドの沼エビ、これもいい色だな、青ラメがこう入るで、結構ね、水色によっては使いやすいこういうグリパンチャート、こんな感じのラインナップでね、出るっていうことで、これ手紙に書いてあるかな、お久しぶりです、新作ルアーなどなど送らせていただきます、ぜひ動画に使ってください。今年の発売の、ドラッグウィップ 3.8 インチ、見た目は普通な感じですがテスト調光ではすごい力を発揮してます。どういう力ですか、使い方とか知りたいですね。逆刺し仕様でオフセット服の猫リグがおすすめです。ロストを軽減できます。逆刺しセッティングですと飛距離も伸びますっていうことで、まずこれがねドラッグウィープ、ちょっとタイミングで使わせていただきます。そしたらね、次ちょっと気になってるのが、はい、これね、ドラッグスティックの 2.8 インチ、ダウンサイジングしたのかな、前のよりね小さくなってるのかなって感じ。ああ、これもいっぱい入ってますね、この辺は。何だろう、はい、いろいろあるんでちょっとカラーまず見ていきますね。ワカサギプラス、ワカサギプラス、あ、セクシーシャープ、ね、こんなセクシーシャープってカラーと、あ、いいですね、この色使いそう。ミミズプラス、ね、これ裏側と表側でまたツートンみたいな感じになってていい感じですね。ミミズプラスの、ナチュラルシャット、これベイトフィッシュを食うようなね、変色してるような時に使いそうなカラーなんですかね。ナチュラルシャットってね、こんな感じの色。はい、そして、ジーザースね、沼エビということで、名前が非常に気になるこのジーザスってのね、こんな開けてみますかね。うわ、くさ、またね、くさいですよ。あ、だいぶだなこれ、うん、きますね、スメルが。はい、こんな感じね。これもね、これすごい細かいリブがいっぱい入ってるんですよ。ね、で、ここに泡をまとって、またキャストしてね、水中に入って、ポワワワワーンってね、魅力的なバブルを出して、お、なんかいるぞって感じでね、アピールしてくれる。結構ね、この手のこういうリブがね、丁寧に深くあるワーム、これはね、昔からね、好きで使っていて、例えばちょっと違うかもしれないんですけども、ノリーズの名作のパーティーワームなんかもね、リブがあって、まあ、リングワームっていう種類になるのかなって思いますけども、結構ね、ストレート形状のものよりも、複雑な何か波動を出してくれているのか、はたまた、こういったちょっとした泡をね、ストックする機能によるのか、結構ね、聞くときね、あるんですよね。というわけで、ちょっとタイミングでね、これ、ちょっと関東なんかでも使い出のある小型サイズね、2.8 インチっていうことみたいなんで、ちょっと房総のリザーバーとかでいろいろ使ってみようかな、なんて思いますけども、これについては何か書いてあるかな。ドラッグスティック 2.8 も、新サイズで発売いたします。ダウンショットやスモラバでの使用が、20万、初心者の方にも使いやすいサイズ感になっております。その他、新色から、5色
ほど、追加販売でおすすめのカラーはミミズプラスというカラーでツートンになってます。さっきねミミズプラスね出しましたよね。あんな感じのツートンカラーになってるのがおすすめっていうことですね。これもねツートンカラーになっていてね、腹側がちょっと白っぽくて後ろがこういう感じで濃いよね、ジーザスっていうカラーですね。はい、こんな感じの、パッケージに入ってるみたいなんで、ぜひお見知りおきを。じゃあねこれも開けて、あれドラッグスティック 3.8、 さっきのが 2.8 で 3.8、 あー新色が出たよっていう感じですかね。はい、で、あ、これが従来あった、ドラッグスティックですね。ポワワワワーンってね泡をまとうっていうね、ドラッグスティックですけども、これは新色が新しく追加で登場したよっていうことみたいですね。あ、これもね、いいね、ミミズプラスね。あ、せっかく 3.8 インチも新色で送ってもらったんで、じゃあさっきのとちょっと大きさ比較なんかしてみますかね。これがね従来あった 3.8 インチのドラッグスティックね。で、ミミズプラスね、この 3.8 と一緒に今回はこの 2.8 っていうねダウンサイジングモデルも出たよっていうことなんで、これね並べてみるとこんな感じ。はいね、長さとあとボディのとこのボリューム感がねだいぶね違って、あ、触ってて気持ちいいですね。このリブのところひだひだがね非常にポヨポヨしててね気持ちいいね。こんな感じでサイズ展開がなされたようなっていうことなんですね。スモラバのトレーラーなんかでもいいよって書いてありましたからね。あと自分だと例えばフリーリグの具にしたり、あとはそうですね、テキサスリグの具にしたり、あとはヘビキャロの具にしたりとかね、ライトキャロにも良さそうかな。こういうリブがあってなんだろう、比較的ポワワワーンとねふわーっとした動きをしてくれそうなやつは結構仕掛けがフリーな状態になるもので使うことが好きなので、まだねちょっとねこっちのちっちゃいの使ってないですけども、ライトキャロ、まああとはそうですね、さっきも言いましたけどフリーリグとかね、そういう感じので、あとまあ直リグでカバーにぶち込んでフワ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 ねさせるとか、まあいろいろやってみたいななんていう要素が、ありますが、ちょっとね、初めてのサイズ感なんで、どういう感じかね、実況動画の方でもタイミングがあればねちょっとね試してみたいと思います。まあね、結構サニーブロスのワームがいっぱいね今年は出てるんだなっていうことでね、羽物の D4 とかね去年なんか釣って結構お気に入りだったんですけども、それ以外にこういうワーム、あとねゴロスっていうね進化、あれもねちょっと高いんですけど、すごいねなんか使ってると感度がいいというか、なんか多面構造でいい、ダウンショットシンカーなんかもねこのサニーブロス出してるんで、タイミングタイミングでねいろいろ新しいやつとかも試してみようかなということで、いやーしかしありがとうございます。なんか山盛り送られてきちゃいましたね。どうしたのかなっていう、ドラッグスティックね、なんか山盛りですよこれ。どうしようかなっていうね、こっちにも、あるから、はいね、春先に向けてねちょっとこれは必要十分っていうぐらいね謎のワームがいっぱい送られてきたんで、試しにねちょっとタイミングタイミングで投入してみようかななんていうふうに思います。機体はねこのドラッグウィップ、お尻がね、二股に分かれてるこのワームねちょっと好きな形なんで初めて使ってみますけども、ね4月ぐらいにね店頭にいっぱい並ぶよっていうことみたいなんで、ちょっと気になってる人はね、まあ実況動画の方でもねもちろんね追いかけていこうと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。何にしてもね本当、こんなたくさんあるんで、なんか釣り場でねあれ試してみたいとかあったらぜひね声かけてくださいね。持ってたらちょっとね何本かお譲り
したりできるぐらいあるんじゃないかなと。まあでもね、持ってない時は持ってないんで、その時はすいませんって感じですが、持ってたらね、あれちょっと使ってみたいとかね、ぜひ声かけてみてください。はい、というわけで、本日の釣りコーティビはこちら。何か段ボールが送られてきたぞと思ったら、とんでもない数のねワーブが入ってたぞって、春先にちょっと試してみようかなと、こういった動画でした。はい、釣りコーティビでした。また会おうぜ。